今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、今日はですね、京都河原町三条の、新進堂さんに内田の漬物、僕京都で一番好きな漬物屋さんなんですけど、内田さんの漬物のが入ったカレーパンがあるということで、これはちょっと食べないといけないでしょうということで入りました。これですね、しば漬けカレーパン、なんかテレビでも紹介されましたみたいなことが書いてありました。で他にもちょっとね美味しそうなパンがあったので、これ食べてるとこは紹介できてなかったんです。この蜂蜜入りクリームのくるみパンとか、これクロワッサンかな。でうち帰ってきて、うちだの捨て物かける新進堂の、カレーパンですね、しば漬けカレーパン、ちょっと半分に切って中もちょっと見てみようと思ってですね、フォークで切っております。で見るとですね、ちゃんと内田の漬物入っております。ほらこれこれこれ、僕の好きなやつ、これよくお茶漬けするしてるやつですね。食べましたらカレーにしば漬けっていう、もうあのそれ以上でもそれ以下でもない、もう、カレーにらっきょう入ってる感じって分かりますか、あの感じと同じような感じでカレーに、しば漬けが入っているっていう感想でございます。ちょっとうちらの漬物はもったいないんちゃうかなとふと思ったりしたんですが、まあでもなんかあのさっぱりしてすごい美味しかったです。で最後になんかあったのはあのパイナップルですね、パイナップルの、冷凍の、缶詰を、解凍したやつというのがございます。最近パイナップル大好きなんですよね。っていうかあの果物が大好きで、最近なんか梨とかみかんとかもうあのイチジクとか食べまくっております。いやー果物美味しいですね。というところで、今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねができるとありがたいのでポチッと押しといてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。